台北金門島の旅。大金門島その3。2013年平成25年2月12日火曜日、近衛島選手館へ行きました。この島を訪れた目的である近衛島戦役の選手館に行きました。今回は急遽決めた旅となって何もが準備不足で、金門巡りも中途半端に終わったんですが、昨年の張家越の旅は日本軍の戦いの後であり、気分も高揚したんですが、今回は国空軍対共産軍の戦いなので、日本語の情報も少なく、私の気持ちも違いました。私の思いは根本博士中将が蒋介石や国空軍幹部に義を感じ、なぜ命を落としてまでの行動をしたのか、そのことに関心を持っての旅でした。蒋介石とは一体どんな人間だったのか、今の中共政府とシナ人の反日言動には辟易とするだけで、義どころか全く品性を感じません。今と昔のシナ人の違いはどうなのか、台湾人と大陸シナ人との違いは、そんなことを探る旅でした。そしてこの江戸選手館行く前に、本当は方向湾に面した海岸を歩きたかったし、根本中将が10月25日夜明けとともに釈林号から金門島に上陸し、宣教視察に来た風南高地からの景色も見たかったんですが、できなかったです。風南高地から宣教を見た時の様子が、この命義に捧ぐ184ページに記されています。海岸には帆柱が折れたり、穂のないジャンクが人影もなく乗り捨てになっているのが見える。焼かれた時の煙がまだ消えていないものもある。丘から右手前方に砂浜が見えるので、そこだけを数えても61隻もあった。いずれにしても従前の作戦通り、海岸に乗りつけてきたジャンクを国空軍が果敢に焼き払ったことは間違いなかった。増援部隊の来襲を阻止できた。狂ったように撃ちまくっている大東島の野砲が敵の焦りを表している。よくやった、立派だ、この戦争は勝てる。そんな根本博士中将の感想が書かれています。これは帰国後なんですが、台湾を救った根本博士中将という伊原吉之助教授のコラムを見つけました。そこには次のように書かれています。蒋介石が台湾を孤軍鎮魏に任せたのは忠実な孤軍への恩賞でした。日本統治の下で工業化まで達成していた台湾は、農業でも工業でも第三次産業でも近代化の遅れた中国大陸の国家建設を軌道に乗せる力を秘めていたのに、蒋介石は単なる戦利品としてしか扱いませんでした。蒋介石の近代国家に対する見識の低さは、シナ人の近代国家に対する見識の低さの反映です。韓国を日本に倣って近代国家化したパク・チョンヒ韓国大統領にはるか遠く及びません。だからこそ蒋介石は大陸を保持できなかったのです。だからこそ陳魏は好き勝手に体温を食い散らしたのです。蒋介石は5月それまで無視した台湾を逃亡先と決め、防衛を固めます。蒋介石の敗因は腐敗堕落による自滅と語られますが、そもそもの元凶は米国です。林彪軍は満州で国軍に連敗していたのに、大統領を特使マーシャルが無理に休戦させたために、中共軍はソ連軍の庇護育成下で再起する余裕を得ました。米国のおかげで中共軍は生き延びたばかりか、政治宣伝で国軍の遠征気分を煽り、続々寝返りをさせました。国境内戦とはドンパチはごくわずか、基本的に政治宣伝合戦でした。
戦意を喪失し、烏合の衆と化した国軍は連戦連敗。その中で唯一の勝利が中華人民共和国建国後に発生した金門防衛戦でした。勝てたのは蒋介石の指示により総司令谭延闘将軍の顧問についた根本中将が勝てる作戦を立てたからです。その要点は次の通り。蒋介石が指示したアモイ・コロンス島防衛を放棄し金門島で迎え撃つ。その蒋介石の指示に背けたのは根本中将が日本人だったからです。だから根本中将がいなければ国軍は金門島を失っていたはずです。中共軍を上陸させ船を焼いて退路を断った上、包囲殲滅する住民を巻き込まずに中共軍を叩くなど、根本中将は国境内戦で国軍が連敗しているのを憂慮し、皇室の安泰を守ってくれ、100万の支那派遣軍を無事帰国させてくれた、その蒋介石の恩義に報いようと、1949年6月、死を覚悟して台湾に密航しました。そして中共軍が気楽な暫的総統のつもりでやってきた金門上陸作戦で巻き返したのです。金門防衛戦の勝利で国軍は総崩れを逃れました。この勝利のおかげで蒋介石の台湾統治が順調に展開します。しかし蒋介石は金門戦の勝利から日本人の貢献を消しました。国軍の台湾統治の正当性に関わるからです。以上抜粋終わり。そしてこの金門島の勝利は台湾の共産化を防いだだけではなく、戦後日本が復興する上で重要な自由主義陣営に属する隣国中華民国が存在することになりました。そんなことを考えれば根本宏中将の功績はいくら過大に評価しても評価しきれないくらい価値があると思います。たった一人の日本人元将軍が台湾を救うと同時に戦後日本をも救ったのです。人間というのは本人の意思にかかわらず思いがけずも大きな功績を生むのだと、そんな感じがしました。そして台湾中華民国の歴史から消されていた根本中将も2009年平成21年10月25日コネ島戦役から60周年の記念日に台湾でその歴史事実が明るみに出ることになりました。それは金門島大武山の地下坑道で行われた式典に根本中将の通訳として行動を共にしていた吉村惟二氏の長男吉村克行氏と台湾への根本将兵の立役者であった明石元長氏の長男元嗣氏、そしてこの命義に捧ぐの著者門脇隆昌氏が招かれたことによります。この式典に日本人3名が招かれ、行動での式後に戦役で亡くなった兵士が眠る大武山公墓で3人は最前列に並び、そこにやってきた馬英九総統が公墓の前での挨拶の後、3名の日本人の前に歩み出てきて明石、吉村、門脇氏と順番に握手し、それぞれに台湾にようこそと日本語で挨拶されたそうです。以上。